はい、では今日はパズルができたので糊をつけていきたいと思います。糊をつける時にちょっと寄せていきます。周りに隙間をなくなるように全体的に中に寄せて、それから糊をまんべんなくかけていきたいと思います。全体的にその裏に当たった、ぐるぐるってぐるぐるというか縦とか横とか順番に、止め的にかけたら先回ってもいい、こう、撫でる感じで端っこも、端から端まで監督ですか？監督ってない糊も乾いたから、それをこの額縁に入れてください。これ10日ぐらい食べてる。ん？10日ぐらい食べてる。よかったね。はい、とりあえず開けよう。身勝手やし、シルバーでいいやろと思う。でも、芯が一番、ほら、あれ、あと来た。え？なんだくのやって。これ、でも、臭いやろ。おい、いいっす。見たか。どこにかけるんですか？で、これを上にかぶせる。ぴったり。すごいね。そっと持ち上げて、後ろのところをカチッカチッ溜めればいい。よし、ちょっと待って。イース、何それ。はい、どうなったかな、見せてください。めっちゃかっこいいやん。ケイ、めっちゃいいやん。カバン変えたら正解じゃなかった。ねえ。
買った方が正解だ。え、うん、すごいね。めっちゃかっこいい、うん、完成しました。パチ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 頑張ったね、うん、また今度作りたい、うん、次1000ピース1000ピースする、うん、1万ピース1万ピースってあるのかな。パズルを作ってここに入れるとこまでの動画でした。またいいぞいいぞ、ゴロ。次は1000ピースを目標に頑張りたいと思います、うん、それではまた。